北国新聞ニュースをお伝えします。金沢市は昨日新年度の当初予算案を発表し、予算規模は3年連続で過去を最大を更新しました。金沢市の新年度の当初予算案は一般会計で1,806億1千万円と今年度と比べ実質で0.5%増えました。 来月投票が行われる市長選挙を前に、継続事業が中心の骨格予算として編成しましたが、金沢美大移転などの大型事業が本格化することから、予算規模は3年連続で過去最大を更新しました。歳入では、市税が前の年度より6.8%多い825億円を見込んでいます。 一方、地方交付税は臨時財政対策債と合わせた実質分で118億円。国庫支出金は、地方創生臨時交付金の減額で312億円、今年度より少なくなっています。歳出では、金沢美大移転や田上高科の新小学校建設を含む教育費が、 三百十六億円と膨らんだほか、私立保育所などの運営費が増えた影響で、民生費が六百九十六億円となりました。新年度の金沢市当初予算案は、今年度の二月補正予算案とともに、今月十七日開会の市議会定例会に提出します。 来年秋に石川県で開催される国民文化祭に向け、金沢市は新年度、文化・スポーツ局に推進室を新たに設けることにしました。推進室は、一般財団法人・県芸術文化協会など、十9の機関・団体で構成する市の実行委員会の事務局としての役割を担うもので、 4人程度の人員を配置します。実行委員会は、今年度内に実施計画をまとめる方針で、新年度からより詳細な事業別の計画策定に移ります。金沢市は、専門部署を置くことで、石川県や文化団体などとの連携体制を強化し、文化の祭典に向けた準備と、 機運の情勢を本格化させます国民文化祭は来年10月14日から11月26日の44日間行われます地域ぐるみで通学路の除雪に協力してもらおうと中野戸町は昨日。 鹿島小学校周辺のバス停2カ所にスコップを2本ずつ設置しましたバス停は町のコミュニティバスや北鉄のとバスの路線バスが停車し峠校で利用する児童もいます去年2月までは学校の向かいに町役場鹿島庁舎があり多くの町職員が歩道の雪かきなどをしていたものの 庁舎統合によって職員の常駐がなくなり、歩道の雪かきが進まなくなりました。今年、雪が降ったときにはバス停周辺の通学路が雪で覆われ、通学する児童が危ないとの指摘が寄せられていました。これを受けて学校側は、思いやりスコップと命名し、バス待ちや通りがかりの人の 善意のひとかきに期待してスコップを設置しました。スコップは、町の教育委員会を通じて、学校へスチール製スコップ4本を寄贈したもので、絵の部分に、思いやりスコップと書かれたシールが貼られています。スコップの配置は来月末までで、新年度以降も冬の期間に置く予定です。 桃の節句を前に金沢市のかが手まり専門店でひな飾り作りが進んでいますひな飾り作りは南町のかが手まりまり屋で行われ昨日は前店長の小出貴子さんなどがピンクや水色などの糸を使ったまんまの飾りを並べ店内が華やぎました ひな飾りはすべて手縫いで、優しい表情の男美菜と女美菜のほか、郷土玩具、香が八幡起き上がりをイメージしたものを制作しています。香が手まりは、中の鈴が良くなるとの語呂合わせから縁起物とされています。小出さんは、こんなご時世だからこそ、子供が元気に育つよう、願いを込めて届けたいと話していました。 金沢文化服装学院立町校舎で卒業新旧作品展が始まり古着をリメイクした異なる柄や素材を組み合わせたシャツが展示されました昨日から始まった作品展ではファッションビジネス科の2年生11人が色とりどりの古着をリメイクした81着を展示販売したほか 一年生十七人は白のローブを染色したり、他の布を縫い付けたりして、ファッションにかける思いを表現しました。学生の一人は、お気に入りの一着を見つけてほしいと話していました。卒業・新旧作品展は、あさってまで開かれます。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。